今回は、以前作ったうつほちゃんのショートに、うつほちゃんの髪の作り方を動画にしてくれませんかね？というコメントをいただいたので、動画にしました。序盤ちょっと野球1900倍速で髪のところまで来ました。さすがに原文ままだと遅いので、2倍速にしてます。普段のキャラメイク動画はだいたい1000倍速。ショートだと7000倍速くらいなので、2倍速だと異常にゆっくりに見えますね。これくらいのスピードだと、何をやっているかわかるかと思います。画角もいじらず、普段のゲーム画面のままです。基本的には今使ってる子を描いたパーツの中途小、薄のようなパーツ。この3つのパーツを色、形、大きさを変えて作ってます。それでは行ってみましょう。ポイントポイントでまた登場します。ブラウザバック厳禁です。この、こう描くようなパーツ、便利ですよね。ここで大事なのは、立体的に見せるために、ゲソの裏側というか白い部分もしっかりつけることです。そうすることによって奥行きが生まれ、よりリアルに、可愛く見えます。そろそろ全体のベースが出来上がってきた頃だと思います。ここの微調整は地味に苦労したなぁ。ここでも、白いゲソの部分をつけたことによって、一気に印象が変わった気がします。さあここからは細かい装飾タイム。色を変えたりちょっとした飾りをつけたりします。これで髪は大体完成ですね。せっかくなので9999倍速で最後まで置いておきます。参考になってれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。